はい、えー、みなさんこんにちは TZH ミナッシャーサ、えーチの綿ですえー、ただいま4月の15日の月曜日ですねえー、午後の1時53分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います 皆さんもご存知のように、ですね昨日、で週末の日曜日、ですねイランがイスラエルへの報復のですね攻撃を行いました。先週末もですね欧州時間に入りまして、この攻撃がもう近いということから、イスラエルが軍事的なですねもう準備を始めたと、こういったですね報道がなされますと、一気にリスクオフの動き。 という形となりました原油価格の急騰や株価の下落そして金利の低下ですねこういったところから黒線中心にですね売りが強まる形になりましたけれども奴隷に関しましてはですね下押しもかなり限定的に終わりますと結局買い戻しが入ってほぼほぼ一定期のようなですね形で終わっていますそして週明けの今日の東京市場なんですけれども日曜日のですねイラクのイランの イランによりますイスラエルの報復攻撃、こちらがですね一旦ですね終わっているという形、そしてイスラエルからのですねまたさらなる報復の動きもアメリカの方がですね強く止めているということもあると思うんですけれども、一旦こちらもですね見送られているというような状況で、まあ、ほぼほぼできのような状況になりつつある中なんですけれども、そういった中でリスク往復の動きがですね少し弱まってきたというところですね、巻き戻しの動きが強まる形となりました。株価の急落もですね 寄り付き後こそ株価急落したわけですけれども、下げ幅を縮める動き、そしてアメリカの長期金利も上昇幅を広げる中でドル円も高値を更新という形となっています。まあ、そこら辺の動ききですね詳ししく見ていきましょう はい、えー、こちらら見てもらってもっます動画は先週末からののでですすね一日の踊れのゴンチャートです先週末は東京時間152の97まで値を下げる場面がありましたけれども、やはり152円台で非常にビットが多かったということもありまして、その後はじりじりと下値を切り上げる展開、前日の高値、153円の3人の高値がありましたけれども、そこを上抜けまして、一時153の3級の高値まで。 値を上げるという形となりましたその後は高値圏でもお見合いをしていたんですが欧州時間から25時間にかけましてこちら見てくださいえ一気にリスクオフの動きになります今冒頭でもお話し,しましたようにイランがですねイスラエルへの方向攻撃をですね48時間以内にも行うだろうとまあ、こちらの可能性が高くなったことからイスラエルが軍事的に準備を始めたとこういった報道が出たわけですねこちらをきっかけとしまして一気にリスクオフの動きとなりました黒線中心に売り込まれますと前,、えー、前日の 11日の安値が152.76の76だったんですけれどもこちらを下抜けまして一時152.59の59の安値まで売り込まれるという形になったわけですただその後はこちら見てください全般的にはユーロドルが大幅な下落となるなどですね全般的にはドル買いの流れとなりましたのでその後はじりじりと今度はドル円に関しましては買い戻しの動きとなります10年3年回りも4.4810%までですね 下低下していた、えー、10年下り回りも4.5216%まで結局下げ幅を縮めるような動きになりました、えー、こちらもありましてドル円も引けにかけては153の3にまでほぼほぼ行ってこいのような状況になってですねニューヨーク市場を引けるという形となったわけですそして今日の東京市場を見てくださいこちらです 今日はです、ね、日曜日にイランがイスラエルで実際の報復行動を行ったということも手伝いまして一旦は売りから始まるわけですけれども152の98までアジア時間、オセアン市場の早朝につ、ね、けました、まあ、ただ153割は、すかさず買い戻しが入りますとまた再びじりじりと下値を切り上げていくという形となりました。 今日は週明け15日のですね、週明けのご当日にあたるということもあってですね、今日は中年にかけては実需の買いがまとめて持ち込まれますと、153円の68まで、先週末の高値の153の39をさらに上抜けて高値を更新という形となっています。153の68まで買われた後は、153の52までしか下押しがありませんでした。午後になってまた再びですね、直近利がですね、 今日は2ベースを超える上昇となっています今3ベースですね、かなりまた金利が上がってきました4.5563ベースまで、また再び金利が上昇する中で、ドル円も戻りを試すような見解、先ほどですけれども、153の8号の高値まで、年初来高値を更新という形となっています。こちらししのチャートで確認しましょう どれに関しましては、もうちょうど先週のですね、この水曜日10日にですね、これまでの高値でありました3月27日の151円の97を一気に上抜けてきたというところで、チャート上のレンジの上振れと、上抜けという形となっています。まあ、こうなりますと、節目の154円ですとか、155円あたり、こういったところがですね、上値のめどになってくるというところですけれども、特に155円に関しましては、152円のところにあったようなリバーサルノックアウトオプション、 こちらが152円の時よりもさらに大量にですね、155円にはリバーサルノックアウトがあるとえ、こういうふうに言われています。まあ、ですから、そこまではですね、もしかするとえトライする動き、値、ねね、動きがです、ね、軽くなるのかもしれませんけれども、155円が近づくにつれまして、オプションガあるめの防線よりも出てくる可能性もあるというところでしょう。そういったオプションも含めました、需給関係、非常にこの後重要になってくるというところだと思います。 下サイドに関しましては、今朝型の安値152-98がもうすでにとりあえず目メドになってきているわけですけれども、その下で言いますと、先週末の安値1 5 2高級そして上がってきていますのが、一目の転換線152-31二ですね、一目の転換線が来ています。はい、それでは、イーロドルの方うも確認しましょう、こちらです。イーロドルは先週末は完全にリスクオフの動きとなる中で、戻り売りが強まりました。一時1.0623と。 2月14日のですねチャート上の非常に重要な節目でありました1.0695こちらをですね完全に下抜けるという形となっています。そして今日の特集はですねほ,ほぼほぼ値、ね、動きありません1.0629から1.0655のレンジにとどまってますね。そしてこちらも日足のチャートで確認しましょう。 こちらちょっと長めのチャートを見てもらうと分かるんですが、やはりここのですね2月14日のサポートがどれだけ重要だったかということが分かります、ここの大きな流れの中でのこのレンジを下抜ける、ですねここのネックラインだったわけですので、ここを先週末、完全に下抜けてきてしまっているというところ、ですから逆に言えば、ここの2月14日の安値のですね1.0695というのが、当然のように戻りの重要な節目と、戻りのメドということになっています。 そして、こちらもう少しです、ね、短めの長いチャートになりますけれども、こうなりますと、チャート的にはです、ね、今度は昨年の10月の13日の安値、ね、1.0496、失礼しました、10月の3日ですね、10月の3日の安値ですね、1.0448という安値がありますけれども、ここがもうすでにチャート上では下値の目処になってきてしまっていると、こんな状況になってきています。 はい、えー、それではですね、今日予定されてますものの経済指標をこの後と確認していきましょう。はい、えー、こちら見てもらってますが、今日この後と予定されてますものの経済指標です。6時2月のユーロ圏の鉱工業生産、8十5分、ブリーデン BOE 副総裁の公演、9時がレーン ECB セム理事の公演と続きます。ニューヨーク市場入りますと、9時15分が3月カナダの住宅着工件数、そして9時半が2月カナダの製造業出荷と、えー、卸売り上げ高。 そして今日一番重要になりますのが9時半ですね4月のアメリカのニューヨーク連携製造業景気数や3月のアメリカの小売売上高こちらは重要になってきます11時が2月アメリカ企業在庫そして4月全米ホームダー協会 NHB が出します住宅市場指数と続きます そして今週実は非常に重要になりますのが、イベントがですね、今日国際的なイベントは今週はですね、毎日行われることになります。IMF の世界銀行の年次総会がで、で春季会合ですね、こちらが毎年行われているわけですけれども、ワシントンでそれらに関します関連イベント、G20 の財務大臣、中央銀行なども含めまして、今週20日までワシントンで行われる予定となっています。 するという形になるわけですから、やはりですね金融政策をめぐる発言ですとか、あいわえ為替の問題等もですね含めてこういったところからのですね用心発言にはかなり注目が集まるということになりそうです。それでは今日の解説をおい,いたします。